岩橋。武田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、お帰りなさい。あ、ただいま。岡山はいつぶりですか？2年ぶりですかね。2年ぶり。バジャーの岡山と試合して以来ですかね。はい、あ、久しぶりのスタジアムはいかがですか？いやー、やっぱ、なんだろうな。幸せな場所ですね。これもうステージですよね。おお、輝ける。輝けるもなんかキラキラしてましたよ、ね。あの綺麗なピッチに、うん、あのサポーターがこう色とりどりでいい場所だなって改めて思いましたね。昨シーズン限りで現役を引退されたということで、はい、お疲れ様でした、はい。ありがとうございます。17年間のプロ生活を振り返っていかがですか。17年間のプロ生活を振り返っていかがですか、うん、ざっくりですねざっくり、すみません、ざっくり17年間振り返ってすごい長い歴史がありますね。でもやっぱ幸せでしたよね。もうキラキラした場所で、本当に辛いこともたくさんありましたけど、やっぱ皆さんに応援されるってすごいことじゃないですか、もう幸せの何者でもなかったなっていうのはやっぱ思いましたね。特にファジアーノってサポーター熱いですよね。熱いし優しいし、もう俺がアウェーで来た時もあんな6番飾ってくれるし、掲げてくれるし、岐阜まで来てくれる人もいたし、うん、幸せ者だったなと思いますね。そのうち10シーズンが岡山で、はいはい、岡山での一番の思い出は何ですか？やっぱりね、僕はプレーオフかな、うん、2016年。やっぱこう僕 が17年頑張れたっていうのも、 J1 で試合に出たいというか、 J1 のチームにいただけで僕試合出場数ゼロなんですよ、もう岡山でこのチームで俺は J1 に行くんだっていう、もうただそれだけのために毎日毎日やって、毎週毎週やって、毎シーズン毎シーズン、それの積み重ねであっという間だったんで、そこをやっぱ思い出しましたね。プレーオフってやっぱり印象深いですか？印象深いですね。あと1試合勝ってたら、ってとこまで行って、まあ、自分あの時あの目の骨折と鼻の骨折したんですけど、はい、知らないでしょ。そうなんです、私実は入社前でしてそうですよね、16年すみません、もう何年前だって話なんですけど、目と鼻を骨折されてた、はい、それこそ岡山大学の病院もすごい協力してくれて、工具とかも緊急で作ってくれて、みんなのバックアップがあってやれたんで、感謝しかないです。そうなんですね。だからそれぐらいなんかまあその印象っていうのはもう街に残ってるのかなっていうのは思いましたね。だから J1 上がってその歴史をこう振り返ってほしいなって思いますよね。今シーズンこそ J1 昇格、はい、ね、みんなでこうね応援したいです。はい、はい、元気時代はキスマイがお好きだったというふうに伺ったんですが、現在も健在ですか？はいはい、健在。もう試合が負けた勝ったでツイートできない、インスタ載せれないとかいっぱいありましたけど、はい、もう関係ないんでもう好きなタイミングで好きなだけやっぱりこうつぶやけるんで健在ですね。ライブも行かれたり？ライブはね、コロナでできなかったんですけど、今回はキスマイフットスに会えるでしょうっていう名前でドームツアーがあるんで、はい、行きますよ急にテンション上がりましたね。いや、最初から上がってるんで、ちょっとグンと上がりました。それはもうそういう風に見えてるだけじゃないですか。いやいやいや、いやキラキラしてるんで。キラキラなんすか、慎吾さん。赤嶺さん来てください現役時代なんか赤嶺さんとの思い出は？言えないことば、言えないことばっかりだわ。韓国行って、あれ一泊二日でした？韓国行ったんですよ。2泊3日でしたっけ？2人で行かれた。2人で韓国行って、キム・ジンギュっていう元韓国代表の選手に会いに行ったんですけど、行きの飛行機寝てるし、ホテル着いても結構サウナ入ったその後また寝てるし、ご飯食べてホテル帰って寝てるし、ずっと寝る旅だったんだ。俺寝顔の写真ばっかりなの、スマホの中。めっちゃ疲れてたんですかね。疲れマジ寝た。めちゃくちゃコンディション整いましたよね珍しいですね、旅行で。韓国寝るのに韓国いいっすよ行くとこどこ行けばいいか分かんなかったら全然参考にならないでも2人で行かれるぐらい仲良しな先輩です。そうですね、可愛がっていただきましたね、本当に。そうだから慎吾さん引退しちゃって、うわ引退しちゃうんだって言って、なんか寂しかったんですけど、まあ俺も引退しちゃいましたね後追って後追った形になっちゃいましたけど、寂しかったな。2番端
在は今何をされてるんですか？はい、今はですね、はい、会社員をしておりまして、はい、はい、株式会社船井総合研究所というところに勤めております。よろしくお願いします、はい、どういったことされてるんですか？コンサルティング会社なんですけど、まあ、主に僕が配属された先はエンターテインメント系の部門でコンサルティングをしている会社でして、スポーツジムとか、あとは室内のゴルフレッスンとか、まあ、そういったところ、まあ、まだ正直今2週間しか経ってないんであんま分かってないんですけど球団っていうんですか、野球とかサッカー、バスケとかバレーとかいっぱいあると思うんですけど、そういったところも今後やっていくっていうところで自分もそこに加わらさせていただいている状況ですね。今全然こうサッカーしてた人生と違うと思うんですけど、どうですか？はい、正直。いやでもね、やりたかったんですよ。全然世界違うなと思って、だけどやってることはすいません、コピーどうやって取るんですかみたいな感じでやってます。いや重要ですよコピー。いやでも岡山に来れるときはぜひ来てください。いやもう岡山呼んでくださいよ。はい、呼んでいいんですか？いやもう赤嶺さんが体調不良だったらもう当日でも、あ、待って、ビバハジ一緒にしてくださいます。リモートでね。リモートで、リモートでビバハジ。ビバハジ、今後の夢はありますか？第二の人生。サッカー界の中枢でサッカー界を盛り上げていく人になりたいです。具体的には一番近くにある目標は、まあ、クラブのフロントスタッフということで、まあ、強化とか、まあ、GM のポジションからやっぱチームを強くしたりとか、チームをこう盛り上げていくようなそういったお仕事をさせていただけるような人材になりたいなと思ってます。ぜひ鍛冶屋の岡山に戻ってきてください。鍛冶屋の岡山も優秀な方がいっぱいすぎてお前じゃダメだって感じだと思うんで、いやいやいや、もうそういった方たちとこう同じスタッフの方が視座でおしゃべりができるように、うん、ぜひ頑張っていきたいなと思ってます。ぜひ最後にサポーターに一言お願いします。皆さんお元気ですか？お久しぶりです。久しぶりに実家に帰ってきたみたいな感覚でいます。実家じゃねえだろうと、まあ、言われそうですけど、そんぐらい岡山には、お母さんと呼べるような人がたくさんいますし、お父さんって言えるような人がたくさんいて、まあ、本当はね、今日明日で皆さんにお会いしたいんですけど、まあ、なかなか時間も限られていて会えませんので、ビバファジで毎回呼んでいただいて、もう毎回とか言って、ね、これで終わるとどうしよう。リモート参加でじゃあ、はい、マジでがめついですね。お願いします、はい、なんでこれからね僕第二の夢に向かって頑張るので、また皆さんにこう頑張りが届くようにしっかりと努力しますので、どこかで竹の正しっていうなんかなんとなく覚えてくれてたら嬉しいと思います。